じゃあもう結婚式やめよっかみたいな話までね、うん、事務所の人はゴキブリかミキちゃんかで言われて藤本もう正直じゃねえのか。今一つ答えてあげるの、アイドルに言いたい。上からだな。ハロー、ミキティチャンネル。じゃあ行きますよ。じゃん。庄司さんが今一番欲しいと思っているものを、せーので。せー、もう急に。どうってもう。あ、行くの？もう分かってる。何？行くのかよ。これはぴったり合わないとダメってことだよね。うん。合ったからって別に何もないと。ああ、分かりました。せーの、車。え？嘘でしょ。車だよ。なんで？言ったことないじゃん。車欲しいよ、実は。言ったからってもらえるわけじゃない。あの車に気に入って乗ってんじゃない。いや、あの車を新しくしたい。めんどくさい。いや、スニーカーだって欲しいけど、そういう欲しいものっていうお題に対して言うことじゃないからね。はぁ、外れましたね。はい、はい、次行きますよ。はい、はい、今までで最大の喧嘩は。これはもう結婚式前夜じゃないの。前夜じゃないね。だからその準備の時だね。結婚式ってさ、いろいろ決めることがいっぱいあるんですよね。テーブルを円卓にするのか円卓じゃないのか、花を置くのか、テーブルクロスの色は何色なのか、いろいろ決めなきゃいけないことがいっぱいある中で、事務所もね、一緒にやらなきゃいけないから、事務所から何はどうしますか、何はどうしますかって聞かれて、どうするのって聞いてもなかなかね、決められなくて。まあそうだし、そういうのもあるし、まああとウェディングドレスはどうだとか、そうね、まああと友達を何人呼ぶとか、誰を呼ぶとか、こうした方がいい、結婚式の、感じはどうした方がいいとかっていうのを、やっぱ女性はね、一緒にやりたいんだよね。そうそうそう。でも男は、もう、いいじゃん。好きなようにやったらいいじゃない。それは、あの、良心的な気持ちだもんね。そうそうそう、めんどくさいのも多少あるよ。多少あるのかい。いや、ちょっとあるけど、まあでも、俺よりもこだわりが強いんだったら、結婚式のこだわりが強いんだったら、じゃあ思うようにやったらいいんじゃないっていうのが、やっぱ多分世の男性の意見だと思いますよ、うんうん、それがやっぱ嫌なんだよね。2人の結婚式なんだから2人で考えようよっていうのが女性の意見だよね、うんうん、そう、だからどっちでもいいと思っても、うん、こっちがいいかな、こっちがいいかなって一緒にやってほしいわけですよ。それで喧嘩してね、全然決まらないから、じゃあもう結婚式やめよっかみたいな話までね、行って、最終的に死んだふりをするっていう。それが一番かな。次、行きますよ。見ちゃった。なんで見ちゃったんだろう。行くよ。はい、お互いが相手にすごいなと思うこと。あー、もうタフ。タフですよ。タフじゃん。いや、俺タフじゃないよ。だって、で、落ち込まないでしょ。あ、落ち込まない。うん。で、明るい。もう、これはすごいよ。まあ、落ち込んでるところがあるのかもしれないけど、うん、密かにね。わ、うん、かんないけど、まあ、まあ、それもなんか、なんだろう、飯食って寝たら終わるもんね。そうだね。だから、事務所の人はゴキブリかミキちゃんかと言われて。いや、マジで。だから逆に心配になる時はあるけどね、悩んだってしょうがないじゃんっていう感じだからさ、うん、感動でドーンって落ちちゃうんじゃないかなっていうので、たまに心配になるけど、すごいなと思うのはやっぱそうだね。なんだろうね、すごいな、ストイックだよね。ストイックだよね。いやいや、ストイックじゃないよ。ストイックにしないとギリギリこう踏ん張れないっていうことよ。ストイックな、やんなかったらもう終わってるよ。違う、もう筋トレもそうだけど、うん、なんか全てに対してストイックすぎちゃって全然話が進まない。なんか分かる、すっごい真面目だよね。服が、まあね、普段タンクトップのイメージだけど、服がすごい好きで、なんか服じゃ作りたいねって話になった時に、いやでもさ、俺服作れないのにさ、作れないよ、いや自分が縫うわけじゃないよって、その縫ってくれる人がいるから、こういうのがいいとか、その持ってるデザインでこういうのでこういう風にしたいって言えばいいのに、俺だってさ、縫えないのにさ、その学校も通ってないしさ、え、そこからっていう、もうそしたら無理だよ、何年も作るのはみたいな。そこを経てやりたいみたいなのもあるじゃん。でももうそんなことやったら進まないじゃん。いや進まないけど、なんか そこも分かった上で本当はなんかやりたいじゃん。こう基礎があってみたいな。そのストイックな感じをこっちに求められても、私全くストイックじゃないから、いやもうそれ言い出したらもういいやってなっちゃう。じゃん。子育てで
で一番大切なことって何だと思います？何だと思います？何だろうな。私はうちの特徴としてはなんかこう子供が何かできない、じゃあ逆上がりができない、まあ、練習していくうちにできるようになるわけじゃん。でまあその1日で100までできるようにならなくても、じゃあここまでって目標を決めたところまで親が全部付き合ってでも諦めない、だから成功体験で終わらせてあげるっていうのは、まあ、一つ大事にしてることでもあるのかなとは思うね。そこまでなかなか親が付き合いきれないっていう声もすごい多いから、そこはまあ、いいところかなとは思うかな。確かにね。あとは愛情表現が激しい、まあ、怒りもする、怒るのもすごい怒るけど、愛情表現はアメリカンだよね、うん、まあそこは大事にしてるよね、ちゃんとこう、なんだろう、今日も好きだったよとかね。だって今娘とね、お互いの好きなところを言い合う、毎日言い合ってるんですよ今日なんかリボン似合ってて可愛いねとか言ったら、ツータンがありがとう、トータンも筋肉ムキムキでかっこいいねありがとうっていうのを毎朝お互い褒め合う、しかも過去に言った褒め言葉は使わないように言おうねっていうそうそう、今日かわいいねありがとう、今日かっこいいねありがとうじゃなくて、何々だからかっこいいねとかっていうのをお互いで言い合おうねって言ったら、ちゃんとなんか考えて、そうだね、うん、たまにそれ気の利いたとかでもなんか努力の後を感じるからそうだね、うん、別に全然今日なんか首がかっこいいねとかなんかまあそう なんもねえのかなとかって思うけど、彼女は彼女なりになんか絞り出してなんか言おうとしてんだなっていうのがあるから、あ、なんか首がかっこいい、うん、そうだね、そうまあ、基本そうだよね。だから褒めたりもするのもそうだし、好きだって愛情表現するのも大事だなと思ってるし、まあ、一緒にいて子育てしてると結構ね、強めに言ってしまうこともあるし、怒ったりとか叱ったりすることはあるけど、結局笑顔で笑えてる方がいいから、そうね、うん、最終的にそっちに持っていけるようには努力はしてるけどね。まあ、そんな感じですね、はい、次、藤本くん正直じゃねえのかどうなってんだよ、うん、ごめんなさいごめんなさいっていうことは本当にやったんじゃねえか藤本家のルール、うん、どうしよう、まあいいよ藤本家で。どうですか、ルールありますか。それはもうママのことは絶対っていうことでしょう。もう藤本家のルールってなってんだからなんだろうね、なんだろうな、藤本家ルール。まあでもさっき言ったように、お互いの良かったこととか好きなこととかをお互いに言い合うっていうのはルールとしては決めてないけど言ってるよね。そうね、うん、あとなんかこう基本有言実行なのかなとは思う。なんかそのしつけっていう意味で部分でもそうだし、飴とムチの飴の部分でもそうだし、言ったことは絶対やってあげるし、うん、ダメなことはどこに行ってもいつでもダメなものはダメじゃない。結構こう他のママ友とか聞くと、今日はいっかとかさ、まあ、ここはいっかとか、うん、まあ、みんな違う人といるからいっかとかっていうのが基本ないよね、うん、だから有言実行であって絶対は絶対、それいいことも悪いこともね、うん、子供にとってね。そうね、次で最後だ、はい、じゃあもう見るよ。見ちゃうの何だったんだよじゃあじゃあ最初から見ろよそんなにおかしくない。わかった。いくよ。せーの。はい。ミキティの一番好きなところ。せーのと私も言うの。おかしいでしょ。俺が思ってることをってこと？あ、こう、私のここが好きだろうなって思ってるってこと。オッケー、もういいよ。はい、せーの。かわいい。あよく言ったな、自分で。まあ、顔ってよく言ってますけどね。どうすんのよ。もう老けていく一方だよ。こっちは山でも老けても大丈夫でしょ。大丈夫、うん、もうここだるんだるんなってくるよそのうち。どうしようね、もう老いには勝てないね。最近ね、自分の顔もね、俺老けたの。いや老けたよ。インスタとかさ、こうやって見ててさ、うん、インスタで横スライドをこうするとさ、うんうんうん、パーンってさ自分のカメラになるじゃんその時の顔ひどいもんねこうやって見てて、うん、ってこれもさ、最後に自分で選ぶっていうのもあれだし、自分で可愛いって言っちゃうのも
それはまあミキティファンはそうだろうなと思うんですけどさ、でももうそこしかないだろうないや、いっぱいありますけどね。そうそうそう、はいはい、あとはこれじゃない、あとよく聞かれる中で、まあ一つ答えてあげるの、アイドルになりたい上からだな一つ答えてあげるとしたらってやばいぜその感覚違う、これはさ、よく聞かれてるからその答えて欲しいのかなっていう聞かれることやばいぞ感覚大丈夫かよアップデートしろよ無理無理、もう容量いっぱいだからもうアイドルになりたい、芸人になりたいって言われたらどうするのっていうのがあるんですよ。ああ、嫌だね。嫌だよね、うん、そう、これはもう一致してる。嫌なんだよね。でももうちょっと長女に関してはもう諦めかけてきてるねちょっとね、最近、うん、うちのトラちゃんは絶対芸人になりたいとかは言わないタイプだろうなって勝手に信じてるから。言わないけどさ、でもなんか面白かったとか聞くじゃん面白くねえんだよそれが全然面白くねえんだよ早く行けよとかって言ってさ、お風呂早く入ってこいとか言ってさ、分かったとか言ってさそれはね、それはね、俺めちゃめちゃ好きなんだ最初会った時早く行けよってさそれはね、それ自体は面白くないんだけど、それを信じてやってる彼が面白いんだよ俺はね今でもやるもんね、うん、あれあれとか言う早くいいから行け、そんなことやってないでいいからみたいなさ、それはいいんだけどさ、でも長女がアイドルになりたいっていうことをもう最近最初やだなと思ってたけど、ギターを買い与えた、そう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 、だから好きなことじゃん、まあね、あんだけ好きだったら、そうそう、本当に自分で既存の歌も歌うし、あとオリジナルでも歌うし、パプリカとかも歌うけど、そう歌うし、自分でなんか状況を見てその状況に合わせて歌ったりとか、泣かないでみたいなね、そうそう踊って、踊って、そうなんかとかでやったりするじゃん、やってくれる、ね、それぐらい歌が好きだったらっていうのだったら、まあなんかしょうがないのかなって少し最近は思い出したけど、まあね、彼女の人生だと思えばね、そう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 、だから我々も好き勝手やってきたから、うん、好きなもので入ったわけじゃん、うん、歌うことが好きでとかっていう、で芸人になりたくてって今やらせてもらってるわけだから、うん、彼女がずっとこのまま歌が好きだったらまあまあしょうがないのかなとは思うけど、うん、思うようになってきたけど、基本はちょっと厳しいし、そう、ね、できれば違う職業ね、彼らが大人になった時はまたちょっと違う世界にもなってるだろうからね、そうだな、うん、まあでも基本好きなことをやってもらいたいねっていうのはあるかな、もう好きなことやってもらいたいけど、それっていうのがうちらだよどうだったんですか、楽しかったです、本当に、うん、またやるまたやる、いやいや、もうぜひ呼んでいただけるんだったね、それすぐ呼んだら怒るでしょ、すぐ呼ぶなよいやいや、でもそれだから皆さんがどう見てる方がね、どう思ってくれてるかでしょう、まあ庄司、ね、まあ、さん、チャンネルコラボもありますかね、ないよね、出てくれんの、え、出るの、私何すんの、え、違うよ、水中レゴブロックやってくれるやだよ、箱の中身は何キロでしょう、やってくれるあ、それだったらいいよ振り付け教えてあげるよ、何のロマンティックガラボードで踊りたいでしょ、ね、いや、まあ光栄なことですけどね、踊るってなったら衣装ももう作ってあげる、やる気があればいつでも、わかりました、じゃあ初コラボはそれになるってことですか、そうですね、もしね、やるとしたら、そうですね、見たいと思うかな、見たいと思うよ、庄司のガラボードなんでまた、はい、ぜひ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、この動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ということで、夫婦対談、庄司さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。